は良くても網膜の穴が開いてしまっていることがあります。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日は近視が強い方への注意点を説明していきます。まず近視っていうのはぐーっと大きく伸びてしまっている目なんですね。で、近視が強いっていうのは近い場所しか見えない、基本的に遠くは見えないので、皆さん自分が近視があるかどうかって分かってるかと思います。近視であるっていう方にはやっぱり注意をしていただきたいことがあります。一つは目がぐーっと伸びているので、網膜っていうね、こうカメラのフィルムに当たる部分が薄く弱くなっているということですね。ですから何かバーンと目をぶつけた、何かボールが当たったとか、そういう時は視力は良くても網膜の穴が開いてしまっていることがあります。穴が開いてるだけでは視力は落ちないので、何かぶつけたら視力が落ちてなくても必ず眼科に行ってください。あとは何か飛んで見える、飛蚊症って言いますが、視力が落ちません。その症状が出た場合は出血とか穴が開いている可能性があるので、その穴が開いて視力が落ちるまでは時間がかかりますから、何か飛んで見えるなと思った時は一度近所の眼科に見てもらってください。ぶつけても飛蚊症あってもぼやーっとさせる目薬検査をするので、眼科受診の後は運転、パソコンが 4,5 時間ぐらいできなくなる目薬をしますので、大丈夫な時に予約されてなるべく早く行ってください。近視の方はぜひ目が弱いということを覚えておいてください。あともう一つ、緑内障になるリスクも結構高いです。なので40歳以上の方はもう何にも症状がなくても1年に1度はもちろんかかりつけの眼科を見つけて目のチェックをしてもらってくださいね。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。